安心してください。何？まだチャンスはあります。おお。白浜 TV。 白浜 TV。 浜ゆっこです。ゆりゆきです。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今日はもっと東京についてお話しします。はい、はい、じゃあもっと東京、もっと東京何かっていうと、東京都に住んでいる人は1泊5000円、日帰りだと1回2500円割引されるという、東京都がお金を出してくれるサービスです。素晴らしい、素晴らしい。まあ、なぜこれがねあったのかっていうと、まあ、東京はね自粛だったじゃないですか、ずっと。で、GoTo トラベルが東京都だけやってなかったんですよね、一時期。まあ、そういうのもあって今このもっと東京っていうのがあります。で、このもっと東京ね、すごいのがもっと東京と GoTo トラベルを両方同時に使えるんですよね。併用可能なんですよ、うん、なのでこのもっと東京っていうのがもう大人気で、出たらもうすぐ即完売なんですよね、今。おー。なんでこれね、もう今ないんですよ、もっと東京で安く行ける場所が今なくて、探しても、うん。まあ、最近Dトラベルが売ってたんですけど、ドコモユーザーだけっていう制約があったりとかもしたりして使えなかった人も多いと思います。ちなみに今はもう完売しております。はい、残念残念。え、じゃあもうほぼほぼ予約を取ることはできないの？ほぼほぼできないです。あ、そうなんだ。でも、うん、安心してください。何？まだチャンスはあります。おお。なんと、うん、まだもっと東京を発売してないところがあります。そうなの？はい、これどういうことかっていうと、もっと東京っていうのがね、2020年10月23日の14時から準備のできた登録事業者からスタートっていうルールで始まったんですよね。わかります？準備のできた登録事業者からなんですよ。で、なんでこの10月23日同時にはいどうぞって感じじゃなくて、国がはい開始って言って、あとはこの登録してる事業者がね、準備できましたって言ったら、その手上げた時から発売開始するんですよ。お、なのでまだ発売してないところがあるんですよね。おうおうおう。だからその発売してないところはまだ狙い目なんですよ、うん、発売する日にを狙ってもうすぐ予約してあればまだいけるんですよね、うん。じゃあそれがどこか。はい、まだ残ってるところあるんですよ。聞かせて。大きい大手のね。いや、まさかあそこかなってね。いや、あそこだろうなみたいな。あそこがね、残ってるんですよ、まだ。え、聞きたい。早く教えてよ。聞きたい。聞きたいよ。はい、わかりました。はい。はい、それは、一休です。お、一休。一休がまだ残っております。おー。一休ってね、どういう感じかっていうと、高級志向のね、宿が多いんですよ。うん。なんで、まあ、ちょっとね、払うお金は多くなるかもしれないんですけど、まあね、こういう時にじゃないとね、いいホテルってなかなか泊まれないじゃないですか、うんうん。だからなんでね、こういう時を狙って GoTo トラベルともっと東京を両方併用していいホテルを泊まるのもいいんじゃないでしょうか。めっちゃいいじゃん、泊まりたいね。ちなみにいつ頃なんだろう、一休は。で、これがですね、一休のサイトに書いてあった情報によると、2021年1月下旬かららしいです。はい、ただね、僕ね、これちょっと前見た時になんか12月頃って書いてあったんですよ。はいはいはい。でも今が、11月13日現在見たところ、1月下旬って書いてあるんで、もうこれもしかしたらまだ伸びるかもしれないです。うーん。なんで気になる人はね、なんか1月中旬頃になったらまた一休のサイト見てください。でもし日付確定してたらサイトに日付書いてあると思うんで、うん、はい、マミにチェックしてください。はい、うちらも予約する、一休。うちらはね、うちらはね、ちなみにね、はい、楽天トラベルでまた旅行するんですよ。あ、またって言っちゃいましたけど、はい、最近僕らね、旅行をしたんですよね、うん。で、これは動画出したんで、もしよかったら見てください。で、したまた、最近旅行したんですけど、このね、もっと東京を使って実はまたまた旅行しちゃいます。イエーイ。その動画もね、まあ、もしかしたら出すかもしれないです。はい。GoTo トラベルと都民割使って、うん、とあるところに行ってくるので、それで全部でいくらかかったかとかでも面白いかもしれない、ね。ああ、なるほど、うん。じゃあそういうのをやってみますか。うん、そうですね。
ちなみに最近出した動画っていうのはどこかに参るっていうの、うん、で行った旅行の動画を出したので、それぜひ YouTube で過去動画見てみてください。はい、お得なキャンペーンなんですよね、はい、キャンペーンというか、まあ、常時あるキャンペーンなんですけどね、常時あります。まあ、マイルを使って旅行しました。はい、楽しかったですと。はい、ちょっとね最後 Vlog っぽくなってて、うん、なんかああいうなんか旅行系の Vlog は僕らは初めてだったかもしれないです。うんうん、ただ楽しんでる動画を流したね。ね、ね。なのでね、はい、もっと東京もいい感じに撮れたらいいなと思ってます。はい、ぜひ皆さん、あの今日紹介した一休でもっと東京使って予約してみてください。あ、ちなみにこれは東京都民だけなんで、それ以外の方はごめんなさい、謝っておきます。ごめんなさい、最初に言えよ。東京都民以外の方はあの GoTo トラベル使ってね、うんうん、行ってもらったらいいかなと思います。そうだね、うん、はい、というわけで白浜 TV 浜井子と秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。またねー、バイバーイ。